はい、えー、それでは始めていきましょう皆さんこんにちは、えー、本試験傾向から見る基準点付近の方の学習戦略近似の傾向の変化及びおすすめの学習戦略と題しまして約1時間程度私の方からガイダンスの方をしていこうと思います内容としてはもうタイトルの通りになります、えー、こちら今の傾向に沿った学習をしてほしい本試験今どんな傾向になっているのかと,といったことそしてその対象者は基準点付近の方その方がどういう学習をすれば届いていくのかと といった基準点付近の方をメインにした学習法になります。レジュメの方一ページを見てください。レックの基準点予想としては午前二十七、午前二十もしくは二十八、で午後の方は二十一もしくは二十二となっています。基準点ではこれ合格はしません。だいぶ上乗せとしてはプラス九問いるわけです。 でもしこれプラス九問を卓見作業で取ろうとしたら、午前は最低で三十一いるんです。午後は二十六がいるんです。午前三十一、午後二十六取るための戦略を考えていきましょうということなんです。 基準点点はは合格点ではありません。上乗せを択一で取るためにはどういう学習がいいのかというガイダンスだと思ってくださいじゃその下第1章今年の択一のポイントを見ていきましょう一体択一どうすればこの点数までいったのかということです そちらは午前一、午後、択一ありますが資料をさっき見てくださいレジュメ2ページ3ページお願いしますえこれは問題ごとにどの分野がどれぐらいでどういう内容が出ていて,そて正答率がどれぐらいかというのが載っていますで正答率のここには空欄、丸、左のページじゃないんだけど、ね、右のページは×と振ってあるのがあります それぞれの意味を表の下に入れました。空欄というのは、もうこれはどのレベルの受験生でも取れなきゃいけない問題です。丸というのが知識がないと二択に追い込まれちゃう。二択の賭けに出るはめになる。で×罰というのは、これは取れなくていい問題です。 で、まず午前を見てほしいんだけど、午前の、そのね、丸空欄の位置を見てほしいんだけどね、午前って、ほとんど空欄なんですよ、はじめ。民法で、え、こちら、やっと23問に丸が来るぐらいなんです。そして、丸が連発するのは、会社法からなんです。 ちなみに会社法の空欄の数でいうと 27,、えっと27、29、33、35この4問なんですよ。じゃあそれをもとにもう一回前のページで説明していきましょう。え、午前択一、丸一。 会社法までの失点を2から3にとどめることです。あの、人間ですからエラーは起きます。もうこのエラーは諦めてください。でもそのエラーの数を何問で止めたかなんですよ。おそらく遺言執行者の問題は、まあ、ちょっとこれはきついかなと思うんです。でもそこまでもうぶっちゃけ落としてはいけないんですよ。 そこまでのエラーを何問で止めたかなんです。じゃあ次は会社法ですよ。会社法は4問は取れるけど5問が2択言い込まれます。追い込まれます。で、この5問、半分は言ってほしい。いうことでまた1ページ戻りまして、 今年の特徴ですが丸2番会社法で4問はマスト2択の問題を半分は取ってほしいのでプラス6え2から3で6問から7問6問から7問取るとこれが午前で31ぐらいいくためのポイントだと思います。 じゃあ今度は午後見ましょうか。レジュメの方、今度は3ページ。またね、午後の方を見てほしいんですが。で、今度午後ね。これ午後も明らかに丸の分布が、んえっとね、3分の1過ぎたあたりから乱発します。言ってしまえば、これで乱発し始めるのが、十二問目の、12問目の東京からです。 まずこの登記法まで来るまでの失点を何問で止めてるかです二択に追い込まれるのが3問ありますですからそこまでの9問9問は絶対フルコンプの上二択に追い込まれるものをいくつ取ってるかまずここですよでちょっと黒く,くなって申し訳ないんですけどねあくまでも基準点を取るための学習戦略じゃないですからね 基準点を取った上で、卓越でプラス9問取るとしたら、何がいるかっていう戦略ですからね。そしてその後が、ひたすら丸が連発するんだけど、連発するのは丸だけじゃないんですよ。形式面って見てください。これ問題のギミックと呼んでるんですが、このギミックが乱発されるんです。 でこのギミックのやらしいのはあの、ね、知識があるかないか以外に、そのギミックに対応するってことで、頭を使う点なんです。これが厄介なんですよ。じゃあ戻、戻りましょうか。1ページの方に戻りまして。五択一今年の択特徴1。不等校までの失点を1から2までにとどめる。 そして2、集中力を切らさずに問題を解く。ここなんですよ。こんだけギミックがいっぱいあると、だん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 頭がくっかかしてくるんですね。で、多分間違えた問題何問かは、これ解けたよと。冷静になれば普通に解けたじゃないかとか、あったと思うんです。例えば、登録免許税の問題だって、あれ、例えば、 答えの5群見ていくとね1000円ずつ微妙にずれてるんですよで1000円ずつ微妙にずれてるって5群先見ちゃえばあなんか変更が構成か絶対あるんだろうなというのは読めたはずなんですよ本当に集中力を切らせなかったかなと思うんですそして3番消灯法のエラーを最大限防ぐことなんです で、これね、消灯法の正当率だけで見ると、実はね、今年一番低いんですよ。平均正当率。ただね、あのー、これ、新しい新規の足は、ここ数年で一番少ないです。新規の知識は、ここ数年で一番少ないんです。結局皆さんね、ここまでの問題で、相当時間取られちゃっていて、消灯法、疲れているエラーとか、 「え」と「お」の足を見れば答えが出てくるのに「あ」と「い」と「う」で賭けに出ちゃって負けるとかそういったことが非常によかったんですよ。はいじゃあ改めて1ページの方を戻って少しか、えー、と説明、えー、と結論を言わせてください。 え、そしてこちら、五択一の特徴がありまして、右側見てほしいんですが、例年通りのこと。二択になる問題を一問でも多く取ること。やっぱ、これに尽きてしまうんです。というのが。 えっと、空欄だけを取っても、空欄だけ取ったらどんだけ点が取れるかっていうと、午前29、午後15しか行きません。私がすごく嫌いな言葉を言います。自分は基本を繰り返したことによって、基本だけで受かりましたと。そういう言葉です。あの、本当に基本の基本だけ勉強しても、午後は15しか取れません。午後15しか取れません。 でも、基本だけで受かったっていう人がいる僕もそれで行きたいあのね、その人の持ってる基本は、あの一般のから見れば応用だ。合格者がよく言う、基本だけ繰り返したって言葉、あれは嘘ですあれは嘘ですその人にとっては基本かもしれませんけど、一般の受験生から見れば、応用的な知識をいっぱい持ってるんですよ。 なんで、基本だけ繰り返して受かりました。だから基本だけやりましょう。そのまやかしに引っかからないようにしてほしいんです。で、これ一番下。結局、基本問題のミスを最小にし、二択になる問題を多く取る。もうここに尽きます。では、そのためには一体どういう学習が必要なのかという話に行きましょう。 ページは4ページ5ページの方にいきましょう基準点付近の方に伝えたい学習上の注意点1択一、えー、まず科目のの過去問の力です、えー、まず基本論点を打つ際にはこの過去問の力がどんだけあるかで変わってきます特に5科目 どんだけ重要かを先に説明するとこの表があって左は過去問知識だけで答えまでいけるのが左一方右過去問知識で二択までまあいけるけど二、まあ、択で止まってしまうものが右結局一番下合計数を見ると結局去年があ今年は左が18右が7括弧の中は去年去年が17の 大体2526は過去問知識がないとやられてしまうんですよ午前もそこそこですが特に午後に関しては過去問知識をどんだけ丁寧に入れてるかなんですただ残念ながらこの過去問って平成から入れてます平成から入れてます さすがに昭和やめといたあのもしここに乗ってる、ね、過去問はちゃんとやってるよとやってるんだけどここに乗ってるの間違えたよとって言った場合は大体どっちかで一つは過去問の範囲を思いっっっきり絞っちゃってる例えば平成15年以降とかに絞っちゃうと今年の教託法って解けないんですよ絞っちゃっていて間違えるっていうのが一つ。 でもう一つは、あの囲まれてるの間違えたって場合ね、もう一つはね、多分東京法関係なんだけどあの、ね、時間がなくて、えとおに囲去もがあるのに、あといで、あといと、うで切っちゃってる。あと、いと、うで、ね、下手に切っちゃってて、間違える。多分どっちかです。じゃあ、その上で。 じゃあ、去問は重要だと言っても全部が全部やりきれないとじゃあ、どのあたりにやっていけばいいのかという推奨をしていこうと思います右のページの5ページ見てください顧問範囲の顧、えー、問の範囲についてとで民法1平成10年以降かつ推論は飛ばす2平成10年までの問題同情と書いてます まあぶっちゃけ民法は過去問をいくつかやるというよりもえ演習よりも呼び込みの方をお勧めします。というのは民法は演習の費用対効果が悪いんです。事例問題を見るからその事例で頭使っちゃうから非常によあのこれやっても、ね、費用対効果が悪いのであんまり演習を進めたくないんですよ。でもちろん年度では書いたんですけど、まあ、ぶっちゃけ言うとね あの過去文集を使うんだったらあの文章が短いものだけピックアップしてそれだけやったらどうとあとは普通にあの読み込んだ方がいいよとだからあの例えば同じ代理って分野があったとしか、ね、片や2行の足がずっとついてるのがあったらもうそっちをピックアップあの教授の学生があったら絶対やんないとかいう形にしてここはむしろ演習より読み込みの方をメインにしてほしいでそれでもなんかそんなピックアップがめんどくさいって方は下におすすめってありましてね ポケット版択一足集と足だけをピックアップした問題集がありますので、過去問集がありますので、そっちなんかどうかと思います。次、不当法です。で、一番絞っちゃいけないのは不当法なんです。不当法の過去問のね、範囲を絞れば絞るほど、自分の武器を捨ててると変わりません。 一番絞っちゃいけないのは不登法です。で、一応去年まで私は平成元年とはしたんですが、ちょっと元年から5年のところを見ると、ね、うーん、ちょっと繰り返しはもうほとんどなくなってるなと、っていう感じがしたので、今年から5年と変えました。で、なおかつちょっとこれ、主義主張を少し変えますご。米印なんですが、古い問題の登記録、ちょっとこれはやんないでください。古い問題の登記録はやんないでください。 正確に言うと、あのえっとね、確かに年度ある程度のところから正式な登記簿で登記記録問題を出すようになったんです正式な登記簿で昔のものって登記簿の抜粋だけ登記の抜粋だけの問題があると思うんですよねであれはちょっとねもうおすすめできないあの問題はあの全体が載ってないから全体が載ってないからねちょっとね一応やっぱり議がいろいろ起きるんですよなので登記簿の問題は正式版の登記簿問題以外は触れないようにしてください 正式になっている登記問題以外は触れない方がいいと思います。次会社法です平成18年の会社法改正以降の問題にしてほしい、まあ、もちろん、これはそうしている方は多いと思います。で米印 正方商,商,商行為は昭和から絶対やっておくってこと古い問題からも出てますのでで次ちょっとこれを意識してください難問は解かないこと難問はもう絶対やんないことですあの1年に1問今年はそこでもないんですけどねあの1年に1問ほどもうどう見てもこれ誰も解けねえだろうとっていうような問題が出るんですよ例えばあの問題で言うとあの えっと、例えば、合同会社と株式会社の企業再編の比較の問題、ちょっと古いんですけど、二十何年かなとかあの、特定責任の追及の訴えとか、もう明らかに問題を見たときにね、あ、これやってないし、絶対解けねえやと。っていうものが、時たま一年に一問ぐらい来るんですよ。で、それを重要と思って、繰り返すのはやめましょう。会社法は面白いように、難問は繰り返しません。 次、消灯法。えっと、株式有限。これは18年の会社法改正以降にしてください。18年で思いっきり変わってますので、それ以前の問題はやる価値が少し、だからほとんどありません。一般社団、財団も改正がありますので、22年以降にしてください。で、それ以外は、特に持ち分なんかそうなんですけどね、5年以降ちゃんとやってほしいんです。 持ち分ってそんなにね18年回数の影響を受けてないんですよじゃあ次はマイナーですマイナーですが憲法15年以降の過去問すべてつじ推論も解くことで他のところで言ってるんですが憲法毎年過去問足の繰り返しが多いんです今年は15足中7足が過去問です 七足が過去問です。例年四から五足が過去問です。で特にこの米印入れましたが、水の問題についても。あのね、わけわかんなくても覚えちゃってほしいんです。 あの地方自治の推論なんですけどね、初めて言った時に、ね、みんなね、わけわかんないんだけど、でなんかわけわかんないまま、うん、こんなのあったんだって言って、その後なんか地方自治の問題やった後、うん、また次の問題見たら、あれ、これ、なんか同じだなと。で、もう一問見ると、なんでこれまた、まと同なじやろこの野郎と。なんか意味わかんなくても、解いているだけで解けるんですよ。次、刑法。 平成5年以降の過去問。で、これが終わり次第、古い問題、できるだけやってください。これ、後でも言うことなんですが、近年の本試験問題は、2年が土定番論点、1問が古い過去問か、密室かのどっちかなんですよ。古い過去問か密室が来るんですよ。今年でうと、当品等、ちょっと前でいくと、自主。 次、民事訴訟、これちょっと5年以降とできればここはちゃんと絞ってくださいあの5年より前はちょっと、ね、怪しいのが多いんですよ。で特に、ね、あのちょっと書いちゃったんですけどあの昭和の、ね、事例問題結構壊れているのが多いんですなんでちょっとここはちょっと年度、むしろ絞っちゃっていいんじゃないかなという思うところです執行法で5年以降の過去問なんですが これでもできるだけねあのまんべんなくやってください不動産執行に絞り切らないようにあとで言いますが不動産執行の出産者がすごい減ってますから不動産執行に限らずにやっていってくださいそして次に保全法なんですがむしろこれが あの誤食じゃないですかね15年以降でなんとかなります。あのね、ほんと同じ問題しか出さないんですよ、保全法が。で15年以降で大体繰り返せばほぼ全部網羅できちゃいますのであのむしろこれ一番絞っていいんじゃないかと思うぐらいです、保全法がね。で、供託法、これは平成5年以降。 にぜひやってください今年も、ね、古いものから来てますので古いものもぜひやってくださいちょっとその後演習の注意点をいくつか出ました過去問答錬、答链バランス役をやること確かに過去問やりきった感がある方はしばらくは答链問題を中心にするこれやりきった感のある方が、ね、過去問やってもちょっとあまり効き目がありません効き目がないどころかあの、ね、思い出す作業だけになってしまって頭を使わなくなるので もしやりきっちゃってるって方はね例えば半年間放置するってのはおすすめです半年放置して半年後にやると結構新鮮に問題になります次解説はとにかく読まないようにあのー、問題解くより解説読んでる時間の方が長い人って多いんですよで私結構強く言ってるんですあの解説読む時間があるんだったら問題1問でも多く解いた方がいいよと でそれでもどうしてもね気になってねあの解説読んじゃうという方もいると思うんですがじゃあ読んでもいいんだけどそいったらねもう次何度も何度もあんな長い文章を読まないようにするためにあの解説にね一行なんか千果なんか聞いてもうここだけ読めばいいとここだけ読めばいいみたいなね後をつけてほしいんですよね。レジジのののの方方ページを見てておおりますでますた自分の、ね、初級講座の方でおすすめしているのが あのね、もう問題文に赤字を入れることなんです問題文に赤字を入れちゃうことなんですできればフリクションのやつがいいでしょうかねちょっとこれ今回赤字のペンじゃなくて申し訳ないんですが例えばねこれが過去問だとしたらねここのところがおかしいみたいな感じでもうね間違っているところがあるんだったらもうそこに下線引いちゃってそこに×ってつけてもらっちゃうんですよ。 また論点が明らかに分かって丸足であれば、ここのところが丸だとかね、論点とかかなんかに丸かなんかつけてもらってるんですね。また、あおねこれは赤字じゃなくて黒字でやってもらうんですが、民法とか不当法とかで事例問題があった場合は、もうね足の横に A とか B とかここから B から C なんかがありましたとかね、いうのをもうね過去問に直接書き込むことを指示します。 過去問って別に文章を読んで理解するっていう能力を鍛えるじゃないんだと思うんですよ知識の確認なんですよね知識の確認であればと解きやすくするように図を書いちゃった方がいいと思うんですよえちなみにこれ赤字にしてもらってる理由っていうのはこれねあの赤いシートで隠してもらうんです一回赤字で書いてもらったら赤字で書いてもらって赤字をシートで隠しちゃうと。 でそうすると、例えばちょっとこれ赤字なくて申し訳ないんですけどね、これもしシートにすれば、この×だとか丸だっていうのは消えてるわけですよ。で、そうするとここね、シートで隠して、あこここが×だから×っていうふうに、すぐに検証できるんですね。解説読まなくていいんですよ。なんで、問題に直接赤で入れてしまって、赤字フリクションのある、ね、後で消せるようなタイプのフリクションで書いてしまって、演習はもうシートで隠して、それひたすら見ていくと。 った方がもうスピードはとんでもなく上がりますでとんでもなく上がるしあとここでバツだってことはパンパンパン出せると本番の時もどういうところに注目して問題解くのかとかいうことも分かりやすくなりますのであのぜひこれ演習時間を短くしたい方は赤字で書き込むってことをやってみてください。 ページは6ページ以降にいきましょうか学習のメリハリは重要しかし全くやらない分野を作るのは NG 特にこれ学習経験が長くなって点が落ちたって方は注目点です。 一番初めて勉強するときって学習範囲というのは先生から説明受けた内容を全部やるわけです。でもだん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 よく出るところだけを中心にするっていう名目でよく出るところしかやらないという学習にだんだんなりがちなんです。何が起きるかと。表があって左と右があってまず右。 久しく出題されてない分野から毎年出ます。ちょっとごめんなさい。29年が3問ですけど、4、3問って書いてますけど4、4問です。問ですね。すいません。四問です。すみません。最近来てない、古い出題から来るっていうのが、4問、5問、4問、5問プラス1足。今年は3問プラス1足という形で、これ、学習範囲を思いっきり絞っちゃうと、 やられちゃうんですよでやられた方が言うのはね足すくわれたっていうんですいやすくわれたじゃないんだよ勉強して何からできないに決まってるんです絞っちゃえばこういうふうに何問か毎年やられるんですまた左側見てください既存に出ている内容しか勉強しないその勉強をすると実は 毎年新しい分野から4問3問5問5問7問と出てるのに新しいことをね知識を広げようとしないと何問もバクチン追い込まれちゃうんですよ今年なんか結構多いですよなんでこの一番下に載ってる問題を間違えた場合ちょっとご自身の勉強の方向ぜひ見てほしいんです 範囲を絞り切れて、切っちゃってて、右のところを間違えた。なのか、左側。ああ、なんか通れとかなんか出てたけど、ちょっともう出てないから、もういいや、飛ばしちゃった、と。自分の学習範囲を広げないせいで、左側を間違えた。このあたりは、ぜひ自分の学習、今までのスタンスを見直してください。じゃあ、ここまでが択一です。じゃあ次は、記述について。 ページ7ページの方お願いします2記述。2の1普段の学習ポイント不動産投記法以下の3分野について徹底的な学習と演習をすることあのー、当連とか見ていて当連とか本試験見ていて結局大きく点が差がつくのはこの3つの分野が出た場合なんですよ 相続、名片一家申請これが出ると皆さんの点がどんどん落ちるんですもちろんまんべんない勉強はもちろんいるかもしれませんがまずこの3つを徹底してみてほしいそして2 申請児の表現のミスを極力避ける。最近の傾向で多いのは、枠はハマってるのに点が低い。例えば、今そんなにいないと思うんですが、 あのまあ、目的を書く欄原因を書く欄申請事項その他の書く欄添付書類を書く欄とあってこことここしか書かずに次に行っちゃうとかいうことをした場合って近年の採点形式でいうとほぼ0点になりますこことここで0.5点ずつつくんだったらまだ別ですでも見てる限り全体で5点と振られてるケースが多いんですよするとですよ いかにこことここが間違ってあっててもここで3か所のミスここで2か所ミスすれば0点ですどう枠は入れてるけど点が下がるっていう理由っていうのはわかるでしょうこれでいくら枠が当たっていても申請事項とか添付書類でミスを多くすれば結局点が残らないんです数年前からいるんですよ枠は外したのに25点だった 枠は入れたのに11点だったこれっていうのは結局正確な表現をできていないことここに尽きちゃうんですはいなんでこの正確な表現ができること ここれは普段の学習ででやってほしいことです。そしてもう1個の点ここ最近は来てませんが溶液権、信託などの投機も直前期には必ず見る訓練をしてほしい次商業投機1典型パターンの処理スピードを上げると。 役員変更の任期の計算といったらこういうふうにやっていく。募集株式を見たらこういう処理をしていく。このような処理スピードをどんだけ上げるかだと思うんです。でそのためには、これは新しい問題を解くというよりは、いい問題を繰り返す。非常に優れた問題を何度も繰り返して、処理手順を覚えるってことをお勧めします。 次、に無効自由を積極的に覚えていく。近年の本試験、まず無効自由が一個出ます。で、逆から言えば、この一個さえ見つけちゃえば、あとはひたすら書けばいいだけなんですよ。 で私、自分の解き方を、ねまあ、手順として、あと、ある程度ざっと見てから、あの一個一個検討する前に、ざっとね、中身、ばーっと見てから、あの中身を検証するタイプなんですよ。で、ざっと見たときにね、一番最後の今年の別紙の方を見て、あのなお、大統領が支配人選んでみちゃいました、どう思いますって書いてあって、いや、ために決まってんだろ、お前と。何、大統領選んだよ、お前と。って言って、もうそこで向こう自由を見て、あ、小さいなと、あ、もうこれで向こう自由、これで決まりだと、あ、あと全部書くだけだ,書くだ,けだと。こんなように、向こう自由は早,め早くに把握できれば、 あとは書くだけっていうふうに没頭できるんですねでぜひこれ本試験の無効銃ちょっとね今年ちょっと別としてもねそれまでの無効銃見てくださいその無効銃だけ見るとねこんな無効銃誰も知らないよとそういった無効銃なんかありませんもう誰もが知ってる内容無効銃にしてるんですよ次丸三。③ 登記事項を余すことなく書けるか今年の予約権の問題行使条件だとか結構抜けてます皆さん4あ三3がついちゃってるかなあっ三月ついてるごめんなさい企業参んができる力企業参んが出てもへこまないともう差をつけるとしたら企業参んぐらいしかないんですよね で次の4です会社法の知識が鍵を握ります例えばさっき言ったんですが支配人の話あれって商業登記ではまず見ないと思うんです会社法の知識で聞く話だと思うんですよ支配えっと委任できるかどうかってこと支配人の選任を委任できるかって話はこれ会社法で聞く内容だと思うんですどうも端々で会社法の知識をね最後にね キーポイントにしているところが多いんですね。で、その下2の2。で、この部分をできるだけ演習メインでやってほしいんです。あの、落ち着いたらできるんですよ。落ち着いて時間を取ってやればできなくはないんです。例えば、 あの、今年の問題だって、不動産、商業、1時間、2時間取れば、それはできるんですよ。また、1時間、2時間あれば、おそらく表現のミスもないんです。時間に迫られて、追われてやるから、ミスが起きるし、判断できないことも起きるんです。また、普段だったら、何気なく普通に書ける申請書も、時間に迫られると、 間違ってしまうとあの演習メインにしてできれば時間設定でメイン演習メインにしてそこで自分のエラーを探してってほしいんですもし今できるんであればあの昨年当連とかの自分の答案見てやってください特に表現のミスなんか見てやってくださいそのの表現のミスなんかはね多分 自分で見てなんでこんなミスするんだとっていうようなことを何個かやってるはずなんですはいということで演習メインでぜひミスを探していってくださいでその演習メインといってもできるだけ素材はちょっとねあの選んでください12月まで3月まで4月以降と 例えば今の時点で大量のページのある問題をやったとしても時間食うだけであんまりいい効果が出てきません今の時期はもうページ数が少なく本当に知識をダイレクトに聞くものそういうものをやっていって徐々に徐々に問題のレベルを上げていくとで次2の35月6月は ををを使ったた戦略を立てて演習をしてくつまり東京で一番言いたいのはこの2の3と3ですはっきり言えば卓越って囲問演習皆さんしっかりやるんですが期日って囲問演習はあまり強くやってないと見受けられます非常にもったいないです 丸一不等法、昇降法、セットで1時間40分でやってください。セットです。バラバラじゃなくて、総年度のセットでやってください。そして二やりながら、どっちで点を稼ぐかを考えてください。両方で満点なんて無理です。やりながら、あ、これは不等法で稼ぐ年だな。昇降法で稼ぐ年だな。ということを戦略立ててほしいです。例えば今年であれば。 明らかに消灯法です明らかに消灯法で稼いで不登法はちょっとでいいというの,は今年の戦略です最近はほとんど消灯法が楽で不登法が難しいとなっていますがちょっと前になるとこの逆もあるんですよ。で、丸三、回答用紙を見て事前に戦略を立てる丸四と連動します。 不等法。どの欄で最低限の点数を稼ぐか。あのー、私も今年問題用紙を見たときに、名前を書いてくださいと言って問題用紙を配られたときに、パッと見て、二欄がガンだってすぐわかりました。だって、二欄の欄だけ明らかに量が多いじゃないですか。で、二欄の欄が明らかに量が多くて、そこで切って三欄ができてますよね。そこで見たときに、あ、これ二欄ミスっても三欄書けるぞと。ってことも大体予想つきました。 今回は1が簡単2がひどい2ではまらずに3を書くという感じだろうなって思ったんですこれ何で見たかっていうと,もう回言いますと問題が配られた時に見たんですよ考えたんですよなんでこの過去問演習をする時はいきなり演習からするんじゃなくて解答用紙だけ先見て解答用紙を先に見てどの欄が危なそうかと いうのを考える。そして、どこで点が稼ぎそうかってことをね、想像していく。あの例年が一覧が基本で、二覧がオーソドックスで、三覧がステモン。だったんですよ。で、今回は一がオーソドックスで、二がえげつなくて、三はオーソ。えっ、ー、と、二がえげつなくて、三がオーソドックスだったんです。 でぜひねあの、もしお時間があればね、今のうちに1回か2回やってほしいあの繰り返すけど不等法の回答用紙だけ見るの回答用紙だけ見てしかもは空欄ね空欄の回答用紙だけ見てあこの年はこことここはやばそうだなとその想像していってほしいんですよなんでこれできないのかっていうとね あの直前期皆さんも解く問題って予備校の問題だと思うんですよで予備校の問題だとやっぱり、ね、不等法も小等法も満点取りにいくんですよでも分かると思うんだけど本番って不等法小等法両方満点なんで無理なんだなんで練習の時は満点取りにいくんだけど本番満点が取れない本番のための練習をしてないんですよ実はこれは次の3番にもつながります 上乗せをどこで稼ぐかと。例年25から27点の上乗せ点が必要です。その上乗せ点をどこで稼ぐか。午前択一、午後択一、不等法期日、小等法期日で、ぶっちゃけ時間さえかければ取れるのどこかって言ったら、小等法の期日でしょ。 もちろん難しくするようなのはできますけどねでもここ数年見る限り消灯法の記述はもう時間さえかけたら解けるんですよでここで私のまあ個人的な意見を言いますとね記述,基準点って記述の基準点で35最近いかないんですよ30前半なんですよね 実は聞きたいんだけど、あれ、今年の消灯法って、時間かければあれ30点取れないかちゃんと時間を1時間取れば。下の四角枠に言いますと、個人的な意見。消灯法で30問目指すんです。三十点目指すんです。三十点。で、その上でよ。あの、不当法はあんだけ難しいけど、5点でいいって言ったらどう ?5 点でいいと。5点取ればいいって言ったら、5点はいくだろう。第一弾でいいんだもん。 第一なんでいけば5点取れますもんなのそれでいいと思うんだあのね毎年あんだけ不等法をいじくってくればやっぱあれのための勉強ってやっぱすっごい時間取られちゃうんですよもちろんやるべきだと思うよやるべきだと思うけどどうなるかわからない超水ものの不等法にかけるぐらいだったら確実に取れる小等法でまず30稼ぐで不等法は極論5点でいいと。 うわ雨よけは10点欲しいけどねもう5点でもいいとだからどうなるかっていうと一番右上乗せ点の多くは択一で狙うとだから冒頭で私ね択一で9問取るためって言ったの択一で9問取るためには どんな学習がいるかって言ったのは、実はこれに絡んでるんですよ。もちろんこれは人によってはいろいろ意見はありますが、それでも私が思うのは、不当法のように、どんなにどうなるかわからない水物に時間かける学習と、勉強すればするほど知識が上がる択一の勉強だとしたら、これやっぱり確実性を考えれば、択一の力、択一の学習に、 力を入れるべきだと思うんですではその上で年間の学習スケジュール等のアドバイスをしていこうと思います8ページ9ページお願いします基準点付近の方の学習戦略一番上かな 卓越基,てて基準点プラス9取れている卓一基準点到達していて均一の出来な第で合否が決まる方この方はもう学習はしばらくやめてください絶対できません受かってると思っていれば学習はできないんでやめてくださいえー、そうした他の資格勉強をするとかインプット講座を受講してその学習と復習しかしないもうそれぐらいしかできませんしやるべきじゃないです 一方、損した上記以外の方を分類します。一番上、今年初受験で基準点付近まで行ったって方、プラン1。2回目以降の受験で上とした上。普段の模試通練で偏差値55程度は取れないけど、今回基準点付近まで行ったという方、これも同じくプラン1としておきます。で、このプラン1は、右のページの一番上に載っています。1。 プラン1の方の学習戦略。タクイン対策ですが、星印。知識の抜けが一番起きやすいです。知識の抜けが一番起きやすい方だと自覚をしてください。そのため、早い段階でインプットの読み込みと演習を早い段階から始めてください。で、理想は年内に2回回しです。 理想は年内に2回回しです。で、目標到達点としては、イメージはね、目標到達点は12月末の時点で、12月末の時点で、今年の3月。 今年の3月の学習レベルに戻す今年の3月の学習レベル3月かな今年の3月末の学習レベルに戻すこれを目安にしてください3月末の状態に戻すでねこれインプットの読み込みと演習といったんですが 別にこれに従う必要は特にありませんもちろんこれが私は一番おすすめなんですがこれ ×2 がおすすめなんですがご自身がね直前期までで一番伸びた学習法があるんだったらそっちをやってくださいご自身がこう直前期までねあこれ一番やって伸びたなっていう学習法例えばそれは過去問演習なのかえこちら何なのか人に違うでしょう一番伸びた学習法を 2回回してください。今まであった学習で一番伸びたやり方を2回回すでそれが得意ないっていうんだったら今この画面に書いたものをお勧めしますでこれ2回っていうのはなかなかきついですあのねぜひやってほしいのは例えばどうしようかじゃあそれが過去問集だとかインプット教材にしようかそしたらねこれねページ数決めてほしいんですよ どういうういいことかっていうとかねあの、その、ね、過去問集なり何なりの総ページ数があるでしょで総ページ数を3か月で割ってみて総ページ数を3か月で割るでそれをそうしてこのあと、ね、4週で割ってみて3か月で割って4週で割ってみてそうすると1週間あたりの進むべきページ数が決まるんですよ。 あるかな例えば、えー、とあるテキスト民法で600ページだったとしようでしょで600ページを3か月で割ると1か月200ページで200ページを4で割るとえっ、ー、とこれ50ページになる1週間50ページになるよね1週間50ページ進まななきゃいけないけです酷なこと言うんだけどそれ民法だけだからね他の科目も全部やってごらん。 これ結構なページ数いっちゃうんですよ。だから理想は2ヶ月とは2回回しと言ったんだけど多分ね、現実的には1回プラスアルファ、使用科目だけ2回が限界かなと思います。なんでまずね、現実的にページ数を計算してみてください。で、それで2回いけるのか、1周しかできないのかっていうのを考えてください。 で次の印。民法は別に毎日やってくださいできるだけ毎日やってくださいで少なくとも週に3回は触れてほしいとこです一番点が落ちるのが民法ですなんで少ない時間でも構いませんから触れる時間をちゃんと、ね、触れる日数をちゃんと取ってください で今度は下段、禁止対策です禁止対策は今から10月ぐらいまでのところで、ね、何でもかまいませんひな型集を1冊回してくださいこちら一応ねベーシあの書式ベーシックとしましたが別にそれに限りません何でもかまわ,わないんでひな型集を1回ザーっと書いてみてで1回書いてミスったものだけピックアップ今はピックアップする作業ミスるものをピックアップする作業をしてください で一応演習としては10月以降のところこの辺りで過去の登連を使って1週間に1問解くもしくは生鮮登連品質論点、記述園などを解いて1週間2問解くという形で演習をするということをお勧めしますただ、やっぱこれ、ひどいって言てなん,んですけど私なんかそうなんですけどねもうどうもひな形がダメな人間なんですよでそういった、ね、どうもダメだって方はもうね今からこっちやっちゃう過去の登連を使ってみると。 で今からこれやって1週間で2問解くでしょ1週間で2問解いたらそこで間違えたひな型をひな型集なり何なりでちゃんと確認していくその間違えたひな型をちゃんと繰り返し演習する演習スタートでひな型集に入るっていう方私なんかこっちじゃないと無理かなっていう感じでした受験するときは一方この12月以降にいきますと1月以降か 月曜から金曜、宣戦当連実力予選を受講して、範囲に合わせて予習する。で、土曜日、で受験プラス復習。そして、新しい知識をインプット教材に書き込む。ここで知識をつけていきます。ここで、知識を増やしていきます。ここで3ヶ月で予習と復習をしながら、めどとしては、この3末で、 今年の7月状況今年の7月状況の知識を3月までに持っていきましょうそして米印使用科目については別途学習すること 実力要請とは別に、使用科目の学習は別に並行でやっていってください。1科目だけに没頭しないように、そま実力要請の科目だけに没頭しないようにしてください。次、均一対策、生鮮透霊実力要請編、1週間に2問、新作を解く、そして米印、この時点で間違いノートというのをできるだけ作ってください。 自分の表現をミスしたものをピックアップしてまとめていく判断のミスをピックアップしてまとめていくあの去年の合格者のメモを見せてもらってああうまいなって思ったのがあのね答案をね コピえっとまあ、採点してもらった答案で間違ったところだけ、まあ、印刷をして印刷をしてでその右下に自分が何でミスったのかとどの知識がなかったのかってことを、ね、書いていくんですよ。で表現のミスだったら正しい表現を書く判断のミスであればどの判断でミスったのかを書いていくと。でその本人に一応軽く聞いてみたら結局ねこれっていうのが事故の,の履歴になると自分がやらかした事故の履歴になるので。 本番の前とか事故の履歴をざーっと見たんです見たらしいんですでそうすると自分の間違える傾向は分かってきたのである程度ね同じミスはしないだろうっていう自信につながったとこの間違いノートはあの、ね、自分の振り返りとしても使えますのでできるだけ作ってみてくださいじゃあこの左側に戻りまして 二回目以降の受験で右下、もし当連偏差値が55程度取れる方、普段から55程度で今回も基準点付きなという方、右下の方、プラン2の学習戦略、10月までは基本お休みです。あの、もし基準点に届いてなければ勉強スタートですが、もし基準点に届いていた場合は、この方はもう休んでください。 あのー、結構、やっぱり学習力がついてますし、なおかつ、ね、基準点届いてるになると、やっぱね、受かっているかもっていう淡い期待を持つんですよ。でね、受かっているかもっていう淡い期待があるとね、学習ってうまくいかないんですよ、これが、これがね、いや、あのいやいや上乗せはもう、上乗せは確かに私は3つしかありません、それは分かってます。もう 半分は覚悟します。ということは、半分はちょっと期待してます。半分は期待してます。あのもしあの不当法の方が、ほとんど4段とか5段とか3段とか、ね、4段が点数なしで、あの1一2段で勝負になるんじゃないかと思うんです。いや、それないと思うんだけど、いや、私ね、1乱今年ね、2段以降は皆さん点がつかないから、1段だけの勝負な気がするんです。いや、絶対ないと思うけど、いや、もしかしたらそんなことがあるかもしれないんで、ってなると、ちょっとすみません、私、今、農地法の許可を覚えたくないんですけど、いや、分かるよ、そりゃ。いや、今言ったら超極論だよ。 超極論だけど、卓越の基準点に載っていれば、やっぱ期日期待しちゃうんですよね。ってなると、下手に学習をして、まばらな学習するぐらいだったら、もうちょっとここは休みましょう。で、10月以降から学習スタート。発表から学習スタート。で、目標。今までの情報に触れる。もうこれが最低限です。触れる。 手段、加工または通れん。一分や一分ずつといて知識を戻していく。気になったところをインプット教材を見る。っていう形で、もう戻すことしか考えない。考えないでください。あのー、このレベルの方はおそらくね、発表まで待ちます。で、発表で待って、発表で落ちたのを確認する。で、そうしたら多分ね、2週間ぐらい酒に溺れる。全てが嫌になる。勉強が始めないのはよくて11月。 で11月から勉強を始める、今まで勉強してない、机に座る、30分で嫌になる、他のことを始める、やっぱそうなっちゃうんですよ。だほとんどできません。よくて1日2時間、いや1時間でもいいぐらい。ってなるともうできることってすっごい少なくちゃうんですよ。だからぶっちゃけ、この方の目標っていうのは、 学習,の学習する習慣を戻す、もうそれにつきます、俺は勉強をするんだと、俺受験生なんだということの状況に戻すことが目的です。 で、じゃあ1月以降どうするかっていうと、土曜日、生鮮等連実力要選を受験、復習、新しい知識を学む、そして米印、予習をしないことです。予習をしちゃいけません。あの、このレベルの方が予習して透連受けることを何て言うかっていうと、ドーピングと言います。ドーピング。ドーピングすれば、それは満点取れるんですよ。 あの実力要請の1回が35点が多いのはそういう理由です。実力要請の1回、ね、35点がやだら多いんですよ。みんなドーピングしまくってね、もうね、人によってはね、いっぱい予習するわけじゃなくて、過去のね、実力要請の年5年分、5年分の実力要請を全部やってね、もう絶対満点取りに行くぞと。取れさそれに決まってるよ、そんだけやりゃ。で、そのドーピングって繰り返せば体に悪いからね。これだんだんだんこれ、ね、ドーピングばっかりやると、ファイナル編にやった行ったときにね、予習できなくなったときに点が。 と落ちるんです予習なしでいってくださいで下の方平日実力要請とは別にインプットプラス過去の実力要請の再演習をするとできればのおすすめなのはあのー、予習して当連を受けるじゃなくて当連を受けてその週その範囲を勉強する をを受けてそその週その週範囲を勉強するっていうのは当詮を受ければそこで頭すっごいフル回転するんですよでフル回転してあそういえばこういう論点あったってか似た論点あったよなあれなんだっけってなるんですよでそうするとその週の学習の目標はつくんですねあ,あれとあれとあ,あいうの見ときたいなとあでこの分野も弱いなとか いうようよな目的意識が湧くのでインプットがしやすくなりますなので、答壇を受けてからインプットをするということをお勧めしますじゃあ最後になりますページをめくってください10ページかな。 え3、プラン3の方。これはパーフェクトローラー講座を受講される方の学習プランです。年内からパーフェクトローラー講座卓一戦、演習に合わせて、えっ、ー、と、講義に合わせて、受講、暗記、問題演習をしていくことになります。で、講義の時に言いますが、もう暗記がメインです。暗記をメインです。問題演習自体は1問もしくは2問やれば十分です。暗記をどんだけやるかで決まると思ってください。 そして10月以降このぐらいになったら主要科目が2科目ぐらい終わりますそしたら主要科目の復習をこのタイミングから始めてくださいまた記述対策についてはこちら10月までそして10月以降もパンフレローラー講座記述戦が配信されますで配信された方でその配信された講義に従ってちっちゃい問題を解いて力をつけていくちっちゃい問題を解いて 小さい問題を解いて力をつけていくという作業をしていってください。小さい問題ベースで作ってますので、あの問題演習を全く別個にやる必要は特にありません。1ページ1問みたいな感じで、こちら不当法であれば、相続、名変、一括申請、かなりの量の証文を入れてます。その証文を解きながら力をつけていってください。そして、お時間がもし取れれば、10月以降のところ、 下の方ですが、品質論点、品質編。こちらで、ね、ちっちゃいもえ、こちら、そこそこのね、骨のなる問題を解いて、こちら、品質の演習の癖をつけていきましょう。1月以降は同じですので、省略いたします。では、最後になりますが、右のページ、11ページの方です。 本試験がどう傾向変化しているかといったものをまとめています。でそれぞれの箇所に括弧として書いてあるのはそのある年のどの年度の特徴かということに入れています。で特にこれ2年以上続いているものぜひちょっとそこはマークしてください2年以上続いているもの2年以上あるものはぜひマークしてください。 えっと、一回だけだった場合は、その年だけの,、ね、傾,向の傾向の癖があります。なので、むしろそこにちょっと引きずられるね。まずは、二回以上続いているものについて意識を持っていきましょう。じゃあ、まずは、憲法の一。有名な判例については、結論プラス審査基準を抑えること。憲法に反するか反しないか問題は、こんなのはラッキー問題です。だって、基本的には憲法には反しませんから。 それは当たり前だとして、覚える内容は、どんな基準で判断したか、どんな基準で判断したかというものです。ただ、これすっごいやっていくと細かいので、有名なものに絞るといいと思います。誰もが聞いたことがあるもん、例えば目的効果基準だとか、積極目的規制、消極目的規制みたいな今年の問題だとか、ああいった有名なものは絶対押さえてってください。 そして2過去問学習をすることさっき言った通りです今年は7足例年4から5足過去問出てます次民法の1非典型担保の学習が必要毎年上担保が出るのはもう分かってるでしょうそして今年は所有権留保まで出てます所有権留保まで出てます 2、債権、格論はまんべんなくやること、どこが出てくるか分かりません、格論は。極論を言うと、雇用以外はやるべきです、雇用以外は学習すべきです、若いとかも出てますからね。そして注目し,てほしいのは4なんですよ。 ここ2年間誰が申し立てをしますかっていうのをアシリールルで結構聞いてきてるんです失踪宣告は検察官ができるかとかねでまずこれね申し立て認定難しいのであの、ね、検察官ができるかっていうところに注目して検察官ができるかとそこ注目して学習するのがいいと思います じゃあ次は刑法の1一度でもしない実績である犯罪類型を学習すること1回でも出ていたらやるべきですで2あ三段問は典型論点1問はほぼ密室から出してくるさっき言った通りです 2, 番2問はもう土定番で1問が変なものを出してくるってことね会社法商法1判例対策 31と令和3と出てます。ただ、このあたりは積極的に自分からやるというよりも、当連で来たものだけをキャッチすると。当連で来たものをキャッチすると言った方が効率的でしょう。で、2。 平成、ごめんなさい、二十六年改正です。二十八、二十六、二十六年改正です。ごめんなさい。二十六年改正です。すみません。間違えました。なんで、令和元年改正の対策、ぜひやってくださいね。三、商法、ほぼ密室から出してくると。ってなれば、もう直前期の学習は、もう、まだ出てないね。そう、この、まだ出てないところやるべきですね。運送だとか。そういったところやるべきでしょうね。もう。 こんだけ出ないものがついてくるんだったらもうそっちをやるべきです次民事訴訟2背後の原理を聞いてくる結論だけじゃなくてそれは何主義に基づくものかと処分権主義弁論主義と近年の問題では結論は正しいけどそれは処分権主義じゃない弁論主義だという問題も出てます 執行方法全これは先ほども言った通りなんですが不動産執行メインはもう出ていませんどうもねやはり向こうは土定番の論点を全般で聞いてくるっぽいんですよ的を絞んないでほしいっぽいんです例えばほらあの強制競売と強制管理は併用できる絶対勉強する内容でしょああいうレベルのレベルでいいから全文ややってほしいとそういったのがここ数年から見受けられます 諸司法、典型論点以外を出してくる、諸司法人、諸置の義務以外を出してくると、ただ、今年はそれ出してきたんですよね。だからど、戻ってきたのかなーっていうのはちょっと分かんないところです。不動産投機法、1、改正部分を学習する必要がある、2、横断整理、そして4、意識してください、相続って毎年出て、ほぼ毎年密室の、密室の洗礼出してきます。 ほぼ毎年と言っていいほど密室の洗礼を出してきますので相続に関しては洗礼を多めに入れるようにしてくださいそろそろおしまいです商業登記一持ち分は突っ込んでやってください今年はそこそこの問題でしたがその2年前思いっきり差をつけるような問題でした 次株式資本役員以外の出題が多いんですちょっと見てもらいましょうかえっ、ー、と何ページだっけな3ページの方ですが株式資本役員からは29と3十の2問なんです3ページねこれってね基本的には株式資本役員って 記述の学学習習をしていいいれば、卓越学習いらないんですよ。でもそれってね多くて3問なんです。よく言うんですよ「あの自分商業記述はできるけど択一できないんです」と「なんでですかね」と「出るとこ違うからそりゃそうでしょ」と「出るとこ違うんだからそりゃそうなりますよ」なんでこちら択一勉強はちゃんといるってことなんですね。 11ページ戻りましょう。丸四番、法人登記の出題、31、2、3とほぼ毎年来てます、一般法人、それ以外も出てますので、ここも外しちゃいけないというのが分かります。ということで、傾向としてはこれぐらいになって、最後に一つコメントをして終わりにしますよ。 えー、特にちょっと傾向に引きずっちゃいけないのが不登法ですあのね不登法だけちょっと見てちょっと遠目に見てほしいんですけど不登法って問題数が多い割には特徴がほとんど少ないでしょ特徴少ないし連続する特徴がないんですよあのね不登法って特徴が連続することがほとんどないんですよつまり今年の問題を見て今年の問題でやられたからといってあれ用に対策させるってことはやめた方がいい 不等法はおそらくね、毎年作り手が違う。作り手が違うから、今年の傾向を引きずった勉強はしない方がいい。だから、不等法に関しては、特にね、今年の傾向があったとしても、そこに引きずられずに、普通の学習をするようにしてください。といったところで、私の話は一旦これを切りたいと思います。えー、長くなって申し訳ありません。以上で、本試験傾向から見る、近点付の学習戦略。 こちらの方のガイダンス終了いたします。最後までご清聴ありがとうございました。